皆さん、こんにちは。スマホのコンシェルジュです。今回は、そのアプリは安全インストール前にチェックしたいアプリの安全性について説明してまいります。iPhone も Android も、原則アプリストアからアプリをインストールするという点では、パソコンに比べて安全性が高いと言えます。ただし、アプリストアも万全ではないため、どのアプリをインストールすべきかは、最終的には、 個人で判断すする必要がありますアプリの安全性を見極める上で重要なポイントはどの部分なのかについて説明してまいりますスマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルではスマホの基本操作から不具合時の対処方法毎日の生活を便利にするアプリについて多数の動画で紹介していますのでぜひそちらもご参照くださいまたぜひチャンネル登録も お願いいたしますそれではまずはじめにアプリの安全性を判断する前にアプリストアではどのような審査体制及び基準でアプリの掲載を判断しているのかを一緒に確認していきましょう iPhone の App Store も Android スマホの Google Play Store もアプリの安全性という観点では審査基準に大きな違いはありません 公序両俗を遵守した常識的な線を越えなければという点では、Android アプリの審査基準が iPhone に比べると少し緩かったと言われています。この点が Android アプリの審査自体が iPhone アプリに比べて緩く、アプリの安全性が低いと言われる要因の一つでもありました。加えて iPhone アプリはデザイン部分、ボタンの大きさや配置など、 の要件を満たす必要があり、アプリ制作者側でも注意を払うべき部分が多かった点も審査が厳しいと思われていた要因の一つになります。Android アプリのアプリの審査の変遷としては、2011年からバウンサーという自動マルウェア対策システムによるアプリの安全性のチェックを行っています。また2017年には Google、 プレイプロテクトサービスの提供を開始し、アプリインストール後のアプリのチェックも行うことができるようになっています。加えて2019年から Apple 社と同様に人を使った事前審査も行うことで審査体制を強化しています。これらの点を考慮すると、アプリの安全性という観点からは、Android アプリも iPhone アプリも現時点では ほとんど相違がないと言えます。それでは次に、アプリの登録や管理についても一緒に確認していきましょう。アプリの登録維持費用は、App Store の方が高く、個人の場合には99ドル、年間日本円で約1万3000円、法人の場合には299ドル、年間で約4万円の費用が毎年発生します。 一方で Google Play ストアの場合には25ドル（約3,300円）を最初に一回支払うだけになります。アプリの審査期間は App Store も Google Play ストアも, Store もほとんど同じで2営業日以内で審査が終わる傾向があります。もちろんアプリの中身次第で時間がかかるものやコロナの影響で審査が遅れるといった例外的な要因もあります。 2021年にリリースされたアプリの数はアップストアが約200万本 Google Play s t ストアが約360万本になっています面白い点は5年以上アップデートされていないアプリはアップストアの方が多く18万個あるという点になります高い年間維持費がかかっているにもかかわらず5年以上もアップデートされていないアプリがアップストアの方が多いというのは 興味深い特徴になります加えてアップストアでは過去6年間に280万個のアプリが削除されています。Android スマホと iPhone の安全性を議論する上で避けて通れない大きな相違点が2つあります。1つ目は「Android スマホはオープンソースで作られているため安全ではないのでは?」という意見があります。 オープンソースとはソフトウェアを構成しているプログラム、ソースコードを無償で一般公開することを指しています。そのため誰でもそのソフトウェアの改良や再配布を行うことができるようになっています。継続的に改良され続けるソフトウェアの開発方式になり広く採用されています。メリットとしては バグの修正や脆弱性の発見が早いという大きなメリットがあります。一方でソースコードが公開されているため悪用される危険性があるという意見が一部にあります。OS のアップデートについては iPhone も Android スマホも年1回になります。OS のマイナーアップデートは iPhone は年10回程度あり、Android スマホは年数回になります。 アップデートの回数が多いほど安全性が高いという誤った認識を持っている方も多いですが、アップデートの回数と安全性の高さには何の因果関係もありませんので、その点は間違えないようにしましょう。二つ目は、Android スマホは Google Play Store を経由しなくてもアプリのインストールが可能になっています。 その点ではパソコンと同じになっています。そのため iPhone と比べると安全性が低いと言われています。ただし設定からアプリのインストールを Google Play Store のみに限定することもできるため iPhone と同じような設定で利用することができます。後ほど Android 端末での設定の確認方法についても解説いたします。利用する機会は少ないかもしれませんが、 Google Play Store を経由しないでアプリをインストールするには APK ファイルを利用する必要があります。APK ファイルとは Android Application Package の略でプログラムの実行ファイル形式の一つになります。Windows の Exe ファイルに類似していてアプリを配布する際に利用をします。繰り返しになりますが iPhone も Android スマホもアプリの安全性という観点からは差異はほとんどありません。Android スマホの方が自由度が高い分リスクは高くなりますが設定で制御することができます。一番重要な点は危険性のあるアプリを事前に識別しインストールしないことが一番重要になります。それでは次に。 危険性のあるアプリを識別する方法について一緒に確認していきましょう。一つ目は評価点レビューで確認する方法になります。こちらはあくまで目安になり、一番初めに確認すべき事項になります。評価点については評価している方の人数が重要になります。レビューについては最新のレビューを確認することで、現時点で どのような問題があるかを確認することができます。あくまで目安として利用するということを念頭に置いておきましょう。iPhone 等の iOS 端末から実際に確認していきましょう。まずは端末内より、丸1の App Store のアプリを探してタップします。App Store のトップ画面が表示されますので、画面の右下にある丸2の検索をタップします。丸3の検索窓が 画面の上部に表示されますので、検索窓をタップします。丸4のように検索窓に、電話録音アプリと入力し、検索します。検索結果一覧が表示されますので、丸5のアプリをタップします。アプリの詳細画面が表示されますので、アプリの評価点を確認しながら、丸6のように画面を下にスライドします。評価とレビューという項目が確認できるかと思いますので、 その右横にある丸7のすべて表示をタップします。評価とレビューの詳細画面が表示され、評価点と評価件数を確認することができます。最新順ではなく、参考になった順にレビューが表示され、2年前のレビューが一番上に表示されていますので、最新順にレビューを変更したいと思います。⑧ の 参考になったで並び替えをタップします。別の画面が表示され、いくつかの選択肢が表示されますので、丸 q の最新をタップします。最新で並び替えと表示が変更され、新しい順にレビューが表示されます。ざっと見る限り、こちらのアプリについてはあまり良いレビューが表示されていません。レビューを確認する際の注意点としては、レビュー数が 一番重要な数値になります。レビューが少ない場合には評価点も含めあまり参考にしないようにしましょう。通話録音アプリについてはプライバシー保護の観点から端末自体が録音できないようにする仕様に変わってきています。こちらのアプリも利用できなくなる可能性があります。 それでは次に Android 端末でも評価点やレビューを確認していきましょう。まずは端末内より、丸1の Play Store を探してタップします。Play Store のトップ画面が表示されますので、アプリが選択されていることを確認して、画面上部にある丸2の検索窓をタップします。丸3のように、検索窓に電話録音アプリと入力して検索します。 電話録音アプリの検索結果が一覧で表示されますので、丸4のアプリの評価部分をタップします。アプリの詳細画面が表示されますので、評価点、レビュー数、ダウンロード数を確認しながら、丸5のように画面を下にスライドします。評価とレビューという項目が確認できるかと思いますので、その項目の右側にある丸6の矢印をタップします。 全てのレビューが関連度順に表示されます。最新のレビューを確認したいので、07の関連度順をタップします。別の画面が表示され、いくつかの選択肢が表示されますので、⑧ 8の新しい順をタップし、09の適用をタップします。新しい順に表示が変更され、新しい順にレビューが表示されます。 ざっと見る限り、こちらのアプリについては、あまり良いレビューが表示されていません。レビューを確認する際の注意点としては、レビュー数が一番重要な数値になります。レビュー数が少ない場合には、評価点が高かったとしても、あまり参考にしないようにしましょう。通話録音アプリについては、プライバシー保護の観点から、端末自体が録音できないように 仕様が変わってきています。こちらのアプリも利用できなくなる可能性があります。それでは次に、危険性のあるアプリを識別する方法の2つ目のアプリの提供元を調べるについて一緒に確認していきましょう。こちらはアプリの安全性を判断する上で一番重要な点になります。アプリの提供元の情報が少ない場合や提供している企業の 所在地が海外の場合には利用すべきかを自分自身で判断する必要があります。アプリの提供元に関する情報はアプリの詳細画面で確認することができます。特定のアプリの詳細画面を表示して、丸1のように画面を下にスライドします。情報という項目に販売元の会社名が記載されています。 iPhone に関しては所在地の記載がないため別途確認する必要があります所在地等の記載があるかを確認したいので ② のプライバシーポリシーをタップしますプライバシーポリシーのトップ画面が表示され画面上部にこちらのアプリのウェブサイトが表示されプライバシーポリシーを確認することができますまた ③ のようにプライバシーポリシー内でも会社名を 確認することができます。プライバシーポリシー上には所在地の記載がないため、こちらのアプリのウェブサイト上に所在地や連絡先の記載があるかも確認してみたいと思います。丸4の会社名をクリックし、連絡先の項目をタップします。丸5のように連絡先のメールアドレスしか確認することができず、所在地に関する記載を確認することができませんでした。 その他の方法でも確認してみたいと思います。アプリの提供元の住所を調べる方法は2つあります。1つ目は利用しているドメイン名から所在地を確認する方法になります。ウェブサイトの URL、ドメイン名を取得するには登録者の詳細情報の登録が必要になります。その詳細情報を確認してみましたが、 こちらのドメイン名の登録地がアメリカであるという点以外は全て非公開の情報になっています。二つ目は会社名から会社が登記されている住所を調べる方法になります。こちらの会社を調べてみたところ、キプロス島で登記されている会社であることが判明しました。キプロス島自体はタックスヘブンという租税回避の場所として利用されることが多く、 マネーロンダリングに利用される場合もあります。このアプリの提供会社がこの場所で登記されている点を信頼に値する会社とするかは各自の判断になります。Google Play Store でもアプリの提供元を一緒に確認してみましょう。特定のアプリの詳細画面を表示して、○1 のように画面を下にスライドします。 ディベロッパーの連絡先という項目が確認できるかと思いますので、丸2のディベロッパーの連絡先をタップします。ディベロッパーの連絡先が表示され、ウェブサイト、メールアドレス、住所を確認することができます。また、住所をタップすると、Google マップ上でアプリの提供元の所在地を確認することができます。念のため、ウェブサイトも確認してみたいと思いますので、 マルサのウェブサイトをタップします。ウェブサイト上でも、プレイストアに記載のある住所とメールアドレスが掲載されています。その他の通話録音に関連するアプリも同じように調べてみると、CallUp はイスラエルの会社が提供するアプリになります。通話録音というアプリについては、5000万以上ダウンロードされていますが、 会社名の記載もなく、ウェブサイトもレンタルされているものになります。加えて、連絡先も Gmail を利用しているため、全く提供元がわからないアプリになります。ウェブ上でもこちらのサービスで利用されていると推察される電話番号を発見することができましたが、アメリカの電話番号で、アリババの米国オフィスで使用されている電話番号と、 推察される情報が表示されますこちらもあくまで不確定の情報になりアプリの提供元に関する情報がかなり少ないアプリになりますこのようなアプリの提供元を信頼して利用するかは本人の判断になりますそれでは最後に Android 端末で Google Play s t o 以外からアプリをインストールできないようにする設定について 一緒に確認ししていきましょう。何も変更していないと基本的にはプレイストア以外からインストールできないようになっていますプレイストア以外からアプリのインストールをしないことが安全性の向上にもつながりますのでその設定になっているかを確認してみましょうまずは端末内から1の設定アプリを探してタップします設定の詳細画面が表示されますので 丸2のアプリをタッププします。アプリの詳細画面が表示されますので、丸3のように画面を下にスライドします。丸4の特別なアプリアクセスという項目が確認できるかと思いますので、特別なアプリアクセスをタップします。特別なアプリアクセスの詳細画面が表示されますので、丸5のように画面を下にスライドします。 丸6の不明なアプリのインストールという項目が確認できるかと思いますので、不明なアプリのインストールをタップします。不明なアプリのインストールの詳細画面が表示されますので、各アプリが許可しないになっているかを確認しながら、丸7のように画面を下にスライドします。すべてのアプリで許可しないと表示されている場合には、 プレイストア以外からのアプリのインストールができないようになっています。もし不明なアプリのインストールをしたい場合には、どのアプリ経由で APK ファイルを受け取るかで許可すべきアプリが変わってきますので、そのアプリのみを許可するようにしましょう。Gmail に添付されている APK ファイルをインストールする場合には、Gmail を許可するに変更すると、APK ファイルをタップするだけで アプリのインストールをすることができます。注意点になりますが、通常利用時は全てのアプリで許可しないを選択することをお勧めいたします。また、利用する場合でも、その利用時のみ許可をして、利用後に許可しないに変更することをお勧めいたします。以上で、そのアプリは安全 インストール前にチェックしたいアプリの安全性についての説明を終了いたします。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、有料メンバーシップにてコンビニで印刷できるテキストの提供も行っております。ご清聴ありがとうございました。